1年に1回のプロ野球界の祭典ともいえるドラフト会議。2022年は育成選手を含めて126人の選手が指名されました。夏の甲子園大会で大爆発した高松商業、浅野翔吾選手が注目を集めた一方で、不作ドラフトとも呼ばれ、異例の9球団が1位指名選手を公表。また広島が6位で指名した長谷部銀次選手の家系図がすごすぎると話題になるなど、これまでとは楽しみ方の違うドラフト会議になりました。そんなドラフト会議ですが、過去には様々な不祥事が起こっていたことをご存知でしょうか。甲子園を沸かせた2人のヒーローに軋轢が生じたり、裏金問題によってルールが変更になったりと、ドラフトをきっかけに世間を巻き込む大騒動が起こりました。一体過去のドラフトでどのような不祥事があったのでしょうか。今回はその真相に迫りたいと思います。球界の番長こと清原和博選手とミスターコントロールの異名を取った桑田真澄選手、時を同じくして PL 学園に入学した2人は KK コンビと呼ばれ、1年生の夏から5期連続甲子園大会に出場するなど、日本中にフィーバーを巻き起こしました。かの有名な KK コンビドラフト騒動を経て、2人の関係性に軋轢が生じたとマスコミは大々的に報じましたが、裏側ではマスコミの力が動いていたようです。 KK ドラフト騒動の真実とはどのようなものなのでしょうか。KK コンビは1985年のドラフト会議の目玉選手として早くから注目を集めましたが、2人の進路に対する思いは180度違いました。清原選手は尊敬する王貞治氏が監督を務める巨人、もしくは父親がファンである阪神への入団を熱望。王監督も、清原なら背番号1を譲ってもいい、フロントの要請さえあれば僕が交渉に乗り出す用意もあると獲得に前向きなコメントをしています。一方の桑田選手はいち早く早稲田大学進学を表明。ドラフト会議の4日後に入学試験が控えていたため、指名は回避されるという見方がほとんどでした。そして迎えた1985年のドラフト会議、巨人の1位指名選手が読み上げられた瞬間、会場は水を打ったような静けさに包まれました。読売第1位指名選手桑田真澄。なんと巨人は清原選手ではなく、早稲田進学を志望していた桑田選手を単独1位で指名したのです。一方の清原選手には南海、日本ハム、中日、近鉄、西武、阪神の6球団が1位指名。巨人の桑田選手単独指名があっさりと決まり、清原選手は抽選の結果、西武が交渉権を獲得しました。しかし清原選手は憧れの巨人から指名されなかったことに悔しさをにじませ、巨人が桑田選手を指名したことをどう思いますかと聞かれても何も答えられず、大粒の涙を流したのです。桑田選手は、清原君には悪いと思いますがと前置きした上で、巨人が1位指名してくれたらプロに行こうと決めていましたと想定外のコメントをすれば、王監督も、時期は言えないがずっと前から桑田一本で行こうと決めていたとまさかのコメント。桑田選手はドラフト会議前に大学進学を表明し、王監督は清原選手の獲得に前向きな発言をしていたため、清原は裏切られた、かわいそうと同情の声が寄せられました。清原選手は当時を振り返り、僕はあの時桑田を憎んでいた、僕に桑田を憎ませることになった王監督を憎んだ、僕はあの人の前でホームランを打ちたかった、あの人の目を見張らせたかったと桑田選手と王監督についてコメントしています。桑田選手のまさかのコメントにチームメイトも激怒。 PL 学園の寮ではチームメイトたちがバットを持ち、今にも襲いかかりそうな状況だったそうです。清原選手は自分が焚きつけたと思われても困るので、西武に行くからと部員をなだめたといいます。当初は社会人野球の日本生命に就職することを表明していた清原選手ですが、桑田が巨人で活躍する姿を見ながら、社会人野球で昼間働きながら野球をするのは耐えられないと西武入団の真実を語りました。週刊誌やスポーツニュースでは、桑田と巨人との間に密約があったのではないかとの噂が流れ、ドラフト後には桑田選手の実家に抗議や嫌がらせが相次ぎ、警備を頼まざるを得ない状況になったそうです。桑田選手は密約について、巨人に行かないと言ったことはない、春の選抜が終わった時点で巨人が1位指名してくれたらプロに行こうと決めた、当時のドラフトでは進学を示唆しながらもプロに入団した選手は自分以外にも大勢いると
と話しましたが、悲劇のヒーロー清原和博とダーティーな桑田真澄というイメージがドラフト会議をきっかけについて回ることになりました。ここまでの KK コンビドラフト騒動はあなたも知っている内容だったのではないでしょうか。しかし改めて当時の報道を振り返ると、巨人の桑田選手指名は決してサプライズではなかったという衝撃の事実が浮かび上がります。ドラフト前に王監督は即戦力投手の獲得を示していて、 NTT 監督の長富弘選手や本田技研の伊藤明光選手の指名が濃厚だと各紙が報じていました。巨人のスカウトが清原選手に挨拶回りした際も、野手では一番の評価と伝えていましたが、1位は投手か野手かまだ決めていないと確約していない様子はスポーツニュースでも報じられています。当時ロッテのスカウトを務め PL 学園の OB でもある徳津貴弘が桑田選手と話した際には、僕は大学に行きたいんです、プロはどこの球団にも行きませんと言っていたそうです。しかし、もし巨人から指名されたらどうするんだと聞いた際の桑田選手の何とも言えない表情を見て、巨人が指名すれば桑田選手はプロ入りすると確信していたといいます。また桑田選手の父親も、プロに行く可能性が全くないとは言えないと報道陣に対して答えています。こうして振り返ると、巨人が清原選手を指名しない予兆は確かに存在し、桑田選手のプロ入りも常に噂されていたことがわかります。ではなぜ悲劇のヒーロー清原という構図が出来上がったのでしょうか。それはマスコミが作り上げた虚像ではないかと考えられています。 KK コンビの圧力はドラマ性があるとマスコミが判断し、夢破れた清原選手に共感したくなるコンテンツとして作り上げたのでした。全ては清原選手の母親が告げた、あんたが勝手に惚れて勝手に振られたんやないの、男らしく諦めなさい、泣いてる暇なんてないはずやで、という言葉に集約されそうです。現代のようにインターネットが発展する前の時代、情報を得る手段はテレビや新聞などの媒体に限られていて、印象操作は比較的簡単でした。記憶をもとに様々な関係者がコメントをするうちに、事実とは微妙にずれた虚像が出来上がってしまったのが1985年の KK コンビドラフト騒動だったようです。ドラフトとお金は切っても切れない関係です。現在のドラフトは指名が重なれば抽選で交渉権が決定しますが、かつては自分の行きたい球団を宣言できる逆指名制度が導入されていました。この逆指名制度が温床となり、金銭不正授受問題が勃発。中でも2004年に起きた通称市場問題をきっかけに、逆指名制度は廃止に追い込まれることになりました。市場問題とは一体どのようなものだったのでしょうか。2004年ドラフト会議の目玉は明治大学のエース市場康博投手。当時の東京六大学史上最速の154キロのストレートを武器に、大学通算26勝379奪三振をマークした大学屈指の剛腕投手です。即戦力の呼び声高い市場選手がどこの球団に入団するか早くから注目が集まっていました。そんな中、獲得を狙っていた巨人が2003年12月から7ヶ月間にわたり、食事代、交通費、小遣いなどの名目で総額約200万円の現金を渡していたという衝撃のニュースが報じられます。日本学生野球憲章では、プロ野球球団への入団を条件とする金品の支給または貸与を受けることを禁ずると定められていたものの、かねてから裏金が飛び交っているのではないかとの都市伝説がささやかれていました。信じるか信じないかはあなた次第ですといった具合にファンは話半分で聞いていましたが、事実であることが判明し、大きな騒動に発展していきます。巨人は土井誠社長をはじめとする編成に関与した幹部4人を解任。日本プロ野球界のドン渡辺恒夫オーナーも引責辞任に追い込まれました。市場選手と野球部総監督の別府貴彦氏も金銭の授受を認め、市場選手は最後の秋のリーグ戦を前に退部届を提出するという異例の事態になります。親から仕送りをもらわなくてもいいようにという簡単な考えで受け取ってしまいました。内心ではバレないだろうと思ってましたと後に当時の正直な心境を話しました。市場選手や幹部らの処分で事態は収束を迎えるかと思いましたが、別府氏が横浜ベイスターズと阪神タイガースからも現金を受け取っていたことを報告。横浜は総額約60万円、阪神は約25万円を渡していたことが明るみになり、横浜の砂原幸雄オーナー、阪神の熊俊次郎オーナーも辞任に追い込まれました。3チームのオーナーの首が一気に飛ぶ事態となり、
プロ入り前に3アウトを取ったと野球ファンは大盛り上がりしましたが、この出来事が影響して現金を渡していなかった球団も市場選手のドラフト指名を取りやめることに。市場選手は日本プロ野球入りを断念し、メジャーリーグや台湾で野球を続けることを検討していましたが、2004年に新規参入し、即戦力投手が喉から手が出るほど欲しかった東北楽天ゴールデンイーグルスに自由獲得枠で入団。いろいろな大人の首を飛ばしたにもかかわらず、入団記者会見の席で将来のメジャー挑戦を宣言すると、身の程知らずと物議を醸しました。即戦力として期待され、2年目には開幕投手を務めたい千葉選手ですが、故障に苦しみ目立った成績を残すことなく2012年限りで現役を引退しています。1993年のドラフトで逆指名制度が導入されて以来、自由獲得枠や希望入団枠など名前を変えて存続していましたが、市場問題をきっかけに廃止の動きが強まりました。そして2007年春に発覚した西武ライオンズの裏金問題にとどめを刺されて、2007年のドラフト会議から逆指名制度は廃止。制度廃止に伴い最も恩恵を受けたのは資金力に乏しい広島東洋カープだと言われています。希望枠制度が存在していれば獲得が困難だった野村祐介選手や大瀬良大地選手らがカープの3連覇に大きく貢献。一部の広島ファンからは市場は広島の救世主として称えられることもありました。余談ではありますが、広島も市場に対して現金を渡しています。その額なんと2000円。青春18切符が1日あたり2410円で、 JR 全線の普通列車が乗り放題なので交通費としても全く足りない金額だったことから問題になりませんでした。当時は水面下での金品のやり取りは普通だったため、問題にするとオーナー全員の首が吹っ飛んでいたのかもしれません。何はともあれ、騒動の結果クリーンな制度に戻ったことはファンとして嬉しいことですね。ここまで少しシリアスなドラフトの不祥事を紹介してきましたが、ドラフト史を紐解くと思わず腹を抱えて笑ってしまう不祥事もありました。2015年のドラフト会議では、東京ヤクルトスワローズの真中満監督がガッツポーズを返してくださいとコメントした勘違いガッツポーズ事件と呼ばれる騒動を起こしています。2015年にヤクルトの監督に就任した真中監督は、打力が高く足の速い打者を上位に配置するオーダーを構築し、監督就任1年目でリーグ優勝という偉業を達成しました。前年最下位のチームをリーグ優勝に導いた名将として臨んだ初めてのドラフト会議。ヤクルトは東京六大学の通算最多安打記録を塗り替えた明治大学の高山俊選手の獲得を目指しました。いろんなものを調べてもその日の運勢は最高だった。高山くんを取れるのは当たり前だという気持ちで会場に入ったと真中監督は相当な自信を持って会場入り。ドラフト会議が始まり、高山選手を1位指名したのはヤクルトと阪神でした。阪神が指名してきたのは予想外でしたが、その日の運勢が最高だった真中監督は全く動じません。引き当てるのは俺だと決まっているのにかわいそうだな。先に引いたのは金本監督でしたけど、最初に取ったのを置いて違う封筒を選んだんです。やっぱりそこで手放しちゃうんだなと余裕の表情で阪神金本智明監督を見ていたそうです。残り物には福があるということわざを信じて、2つ折りの抽選券を開き、ドラフト会議のロゴマークが見えた瞬間に真中監督は両手を高く掲げてガッツポーズ。子供のようにはしゃぐ真中監督に圧倒された金本監督は、中身を確認することなく席に戻ります。真中監督は高山選手に向けて、慣れ親しんだ神宮球場で一緒にプレーしましょう、頑張りましょうと気持ちのこもった熱いメッセージを送りました。しかしこの後ドラフト史上に残る大爆笑の不祥事が起こります。全国の野球ファンは生中継の CM が明けると呆然。なんと真中監督がドラフト会議のロゴマークのみが印字された紙を当たりくじと勘違いしてはしゃいでいたことが発覚します。くじの右側に交渉権確定と印字されていれば当たり、なければ外れですが、ドラフト会議のロゴマークはどちらにも印字されていました。 NPB の事務局は外れに気づいていましたが、別の事務局員が阪神のくじを確認している間に真中監督へのインタビューが始まってしまったのです。高山選手を含む全国の野球ファンは真中マジックに見事に騙されてしまいました。金本監督がビデオ判定でホームランに覆った心境と笑顔を見せると、当の高山選手は
何が起こるかわからないドラフト会議なので、自分もよくわからない感じですけど、1位指名していただいたので嬉しく思います。と、若干気持ちの整理がつかない様子で受け答えしています。生放送で醜態を晒した真中監督は、9時にドラフトのマークがあったので OK だと思った。あのガッツポーズを返してください。と、どこまでもポジティブ。ヤクルト関係者は怒り心頭かと思いきや、控室にいたフロントやスカウト陣は大爆笑していたそうです。当時スカウトを務めていた八重樫幸男氏は、もう大爆笑。ドラフト会議が終わった後に食事会があったんですが、真中が入ってきた時にみんなで大拍手しました。真中もすみませんと笑顔で謝っていましたよ。と裏話を暴露しています。翌年からハズレくじには何も印刷せず完全白紙にするという措置が取られたことについて、真中監督は、僕がルールを変えた、歴史に名前を刻めたと思います。失敗がいいことに変わることだってあるんですよ。とどこまでも明るく振る舞いました。このドラフト会議で全ての運を使い果たしたヤクルトは、2日後に始まった日本シリーズで敗退し、翌年は故障者続出で5位に転落。2017年には球団史上ワーストの96敗を喫したことで、真中監督のイメージは、前年最下位のチームをリーグ優勝に導いた名将から、ドラフトで当たりと勘違いしてガッツポーズした人になってしまいました。心がほっとする真中監督の勘違いガッツポーズ事件でした。逆指名制度の廃止により、グレーなイメージが払拭されつつあるドラフト会議。12球団の戦力均衡化を最大の目標としていて、今も昔も変わらずチーム編成の根幹となっていますが、一部では制度を見直すべきという声が根強くあります。日本プロ野球選手会も第三者のくじ運で人生が左右されるエンターテイメントに違和感があるようで、FA の短縮とセットにした完全ウェーバー制の導入を訴えています。かつては巨人絶対主義を唱える選手もいましたが、現在は指名されれば12球団どこにでも行くと宣言する選手が増えました。2005年の球界再編をきっかけに地域密着化や企業努力が進み、メジャーリーグのような完全ウェーバー制を受け入れる土壌も整いつつあります。12月には現役ドラフトが開催されますが、選手の活発な移籍はプロ野球を盛り上げる力を持っているため、より良い環境を作り上げてくれることをファンは願っています。あなたの記憶に残るドラフトの不祥事はありますか？よろしければコメント欄で教えてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。